はい。皆さん、こんにちは。10月に入りました。10月1日ということで、この動画がおそらくですね、10月1日の5時半にアップロードされていると思うんですけれども、私はおそらく東京ドームにいると思います。<laughs> ということで、前回の前編に続いてですね、今回も三橋先生に来ていただいております。三橋さん、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いいたします。 えー、今回はですね前回の日本の経済現状となぜそのような状態に陥ってしまったのかという話をしていただきまして、うん、まあ主にはその緊縮財政とあとはその貨幣に対する誤った考え方というお話もありましたが、はい、ま後編ではですね暗い話ばかりじゃなくてちょっとこう未来に向けてこうして良くしていこうよというようなお話をしていただければと思いますのでよろししくお願いますよろしくお願いします。 まあ、暗い話ばかりじゃなくてと言われつつ暗い話になっちゃうんですけど <laughs> 最初はね最初は,最初はあのデフレーションって結構誤解してる人がいるんですけど、まあ、物価が下がる現象です。て、まあ、物価も下がるんでしょ、はい、物価下がるんだけどそれ以上に重要なのはですね、その生産とか販売の量が下がっていくんですよねでその生産や販売の量のことを GDP と言います、うん、国内総生産ですね つまりデフレーションの国って GDP を増やせないんですよ、うんはい。で、実際日本は97年以降 GDP がほぼ横ばい。はい、本来だったらあの1000兆円とか言ってなくてはいけないんですけど、まあ、500兆円台さまよってるんですね。うん、問題はこれなんですよ。えー、これがまあアメリカの GDP ですよと。で、日本は97年以降ずっと GDP が横ばいですと。で反対側でこう中国が90年はなんか誤差みたいな GDP だったんですけど、その後急激に伸ばしてきてすでに日本の3倍と。 で、これ、あの、コロナ前の状況なので、はい、コロナ後はさらに差が開いてるのは確実ですと。で、このままだと、まあ、イギリスのシンクタンクなんかが、2028年ぐらいにアメリカの GDP に中国が追いつくんじゃないかというレポートを出してますけど、多分その時点で日本が成長していないと、まあ、中国の GDP が日本の5倍。で、軍事予算はおそらく15倍とかになるんじゃないかなと。ということは、その我々は自分たちの その15倍の軍事予算を使う共産党独裁国家に対峙しなくちゃいけないんですよとこれどうしたらいいんでしょうとこれどうにもならないですね、うん、どうにもならないでこれは先の話じゃなくてあの28年とかあるいは2030年とか数年後ですよねそうですね10年以内の話なんですよ、はい、で私その先日ある講演でこういう質問を受けたんですねだから三端先生の理論をよく分かったのでその政府が国債発行してインフレにすればいいじゃないかと。 はい、そして、えー、経済成長を目指そうということをあのご高齢者の方にその方がお話したら、うん、インフレは嫌だと言われたらしいんですよね。はい、でこれ何でかというと、まあ、インフレってまあ物価が上がるっていうあの側面もあるんでそうすると自分は年金生活なので生活が苦しくなるじゃないかと、はい、いうことをおっしゃったんですね。で、まあ、そ,そういう人にどう反論したらいいんですかって言われたからこれ見せなさいと。はい もし,もしかしたらあなたは大丈夫かもしれないですがあなたのお子さんお孫さんその先の子孫は確実にこれ中国の属国になっちゃいますよと経済成長しない限りということを申し上げてください。 って言ってですね。で、さすがに、いや、自分の孫とか、あの中国の属国の人民になったって構わないって言える人はいないと思うんですよ。いないでしね。<笑><笑>はいで。もしそれが言うんだったら、それあなた自分の本人のこと、自分のことしか考えてないような、非常に不死だらな人間ですねって、うん、ことになっちゃうから、まあ、こういうレトリックを使ってくださいって言ったんですけどね。というわけで、あの、経済成長できますかとか言ってる状況はもう終わって、経済成長するしかないと。うん いう状況なんですそして今日本は経済成長する絶好のチャンスを迎えているから私は腹が立って腹が立ってうかないんですよでねその高度成長期の話とかよくするんですけどこれも誤解があって高度成長って日本の人口が増えたとかあるいは輸出が増えたとかそれであの、まあ、高度成長したんだっていう人がまだいるんですけど、うん、あの高度成長期の人口の増加って1%ぐらいなんですよでも成長率は10%実質で10%、はい、面目だと思ってもいいですけど。 で、輸出にしても、その輸出と GDP を比較した輸出依存度って高度成長期は10%いったことないんですよね。今13、4%ぐらいですかね。だから今の方が実は日本経済輸出依存が強いんですよね。じゃあなんで高度経済成長したんですかとだからそもそも経済成長っていうのは、これは働いている人、一人当たりの生産量が増える生産性の向上で起きるんですよね。はい。で、えー、これなんかなんだろうな、あの金額というよりは量ですね、生産量。はい。 つまり、えー、例えば森永さんが1日に3件公演引き受けてると。それを5件受けられるようになると。それと、働いてる人は同じなのに、数は同じなのに、生産量が増えるわけですね。うん、公演サービスの、はいで。そのためにはどうしたらいいんですかと。それは投資するしかないんですよ、ねうんはい。だからこれはまあ森永さん自体があるっていうのもあるんですけど、例えば、あの東京と大阪がリニア新幹線で結ばれて1時間になりました。まあ、実際1時間5分ぐらいなんですけど、そうすると森永さんは午前中、 東京で公演やって1時間かけて大阪移動して大阪で公演してで戻ってきてまた東京で公演ってこういうのができるわけですよ <laughs> そうですねそういう、まあ、これはインフラ投資ですけどそういう投資が必要なんですよね、はいうん、でその投資が起きる時はどんな時なんですかとそれはもちろんこの状況の時なんですよね、はい、つまり操縦に対して供給能力足りない我が社は1日に90の生産能力しかないけれどもお客さんは100買ってくれると で私がその経営者の立場だったらもう死に物狂いで投資しますよねなぜかというと儲かるからです、うん、儲かるからはいで、まあ、その前段階として多分経営者はこう考えるんですよね客がいっぱいいて我が社の生産能力が足りないとじゃあ人を雇ってこい,いと雇ってこい,いと、うん、でも高度成長期は完全雇用状態でしたね失業率が1.5%いったことほとんどないとつまり働ける人は全員働いてるとそれでもなんか要たくさん仕事があって それで我が社の今の生産能力では間に合わない。だから投資するって形で投資をしたわけですよね。で、資本主義っていうのは基本的にはそ、お客さんがいっぱいいる前提、つまり需要がちゃんとあるという前提で、企業がその投資をすることで生産性を高めて成長するモデルじゃないですか。はい。まあ、あの、もちろん企業だけじゃなくて、えー、例えば政府が技術投資したり公共投資をするっていうのは必要なんですけど、それを、 97年まではやってたんですよね。はい、97年以降、見事に日本の投資は縮こまってしまいました。なぜかというと、まあ、だからデフレだからですよね。こんな状況で投資する経営者はいないですよね、民間に。じゃあ政府がやれって話なんだけど、政府もやらなかったんですよ、ねはいえー。公共投資は、えー、ピークから6割まで減らしました。今、多少戻りましたけどね。全然あの、97年、8、6年の水準に戻ってないと。で、恐ろしいことに、その、この GDP の住宅投資、設備投資、公共投資、 これの合計をまあ総コテーション形成。まあ、わかりやすく言うと投資の総額になるんですけど、これ未だに97年の水準回復してないですからね。うん、そうですよね。これでどうやって経済成長するんだという話なんです。はい。だからこっちの方向に持っていかなくちゃいけないでしょうと。で、実はこれ方法、まあ、二つあってで、結構両方簡単なんですけどね。一 <laughs> つは政府がここを埋めなさいってことですね。しつこいほど言ってる。まあ前回も言いましたけど。で、二つ目がポイントなんですけど、 日本ってデフレによって人々がこう貧困化していったと。実施賃金下がっていった、はい、結果、結婚が減って、それで少子化になったと。そしてついに、その少子化によって、生産年齢人口が不足するという段階に至ったんですね。はい、あの、高齢化って別に悪い話じゃなくて、ご高齢者が長生きするんで、この需要自体はあんまり減らないんですよ、ね。でも、こっちはあの減りました。 はい、生産年齢人口が減ったからつまり総人口に占める生産年齢人口の割合が下がっていったとバブルの時は生産年齢人口総人口の7割だったんですけどこの間60%切りました6割切ったまだ下がるでしょうねということは日本は何にも政府がしなければこの状況に確実になるし実際もうなってるわけですある面で、はい、なぜならば人手不足っていうのが生じているから、はい、ということで 実は日本って政府がまずデフレ対策ちゃんと打ってそれで何他何もしなければ必然的にこうなるんで我々経営者にとっては投資したら儲かるという環境になると、うん、それと経済成長できるんだって話なんだけどこれを妨害する政策ってのもあって移民受け入れでですすね。すね。そうよ足りない労働力を海外から<う>しかも安い値段で受け入れようというところですよね。よはい、私、ね、びっくりしましたけど2020年ですよ。つまりコロナ禍にあって、 あの、外国人の労働者数増えましたからね。外から受け入れ拒否してる。してるはずなじゃないのと。<laughs> まあ増加別で多少減りましたよ。はい、はい。でもほら、ビジネス往来とかやってましたから、ね、ビジネス往来というと聞こえいいけど、あれ技能実習生入れてるだけなんですよね。そういうことやってると。まずそれをやめなさいと。はい。それで、超絶的な人手不足にすると。そしたらですね、我々経営者にとっては、まあ大変なんですよ。人手確保できないから。でも,も、儲けたいんだったら、じゃあ投資しようってうことで、様々ままな分野で投資が行われるはずです。はい、なぜかというと、今までずっとサボってたから。 一番わかりやすいのが介護ですかね。介護はその高齢化によって需要が拡大していくことは決定してて既にしてるわけですねで介護の、えーまあ、従事者生産者の方が少ないということで、まあ、人手不足になってますと,とこれはあの政府が介護報酬を抑制して賃金を上げられないからなんですよね だから介護の資格持ってて働いてない介護業界で働いてない方が50万人もいるんでまずその方々呼び戻しなさい <laughs>、はい、そのためには介護報酬引き上げてそううちゃんとまっとうな賃金出せるようにしてとそれだけじゃ足りないからさらには政府あるいは民間ががんがん投資して少ない介護資産でたくさんのご高齢者を見れるようにしていくとまさに生産性向上やるとですね 例えば介護業界に就職して20年ぐらい経ったら家を建てられるとかね、はい、私はこれが理想の社会だと思ってるんです日本にとっては、はい、<あ>それが、ね、そういう目指せる環境は整えつつあるてたんだけどただ今はね介護業界にすら外国人を受け入れてっていう話で実際本当に増えたなというのが私も仕事柄もちろんデータは見てるんですけども多分今動画見てるですねそういう経済のデータとか見ない方もおそらく実感するんじゃないかと思うのが コンビニを家の近くに夜中こうジムとか行って帰りに飲み物買いに行くとですね日本人の店行ったことないんですよ、うん、でまあその夜中のコンビニなのでほぼ誰もいないんで暇そうにこう携帯いじってる人ばっかですけどすごい暇そうなんでこうちょっと名前とか見ると大体国籍わかるじゃないですか,なんかすごい暇そうにしてるからちょっと話しかけてみると うちの近くは前は中国とかベトナムの方が多かったんですけど最近インドネシアの方とかパキスタンとかも増えてきてて、はい、本当にいろんなところから、まあ、その主にアジア圏ですけれども、はい、いろんなところから受け入れてるんだなっていうのを本当に感じましたねあの方々はあの技能実習生じゃなくて留学生なんですけど、うん、留学生と称するでする、ね、人議員外国人労働者なんですよ、うん、そういうね欺まを散々やってきたんですよね。 だから私は、ね、日本のの経営者の罪だと思うこれは、はい、本来、人手不足ですとなると投資しなくちゃいけないんだけどそれをサボって政府に政策を変えさせて外国人いっぱい入れられるようにすると、まあ、技能実習生であったり留学生と称する外国人労働者をということをやってその場しのぎをやってきたんですよ過去あの十数年間やってきたと結果が今のありさまだからこのあたりの構造も全部転換しなくちゃいけないと思いますね。うん、そうですよね本当にししかし なんでその前回と今回お話しいただいてる内容ってまあ多少その経済の言葉が出てきちゃうので全く経済とかに触れてこなかったあの視聴者の方からすると言葉はちょっと難しいかもしれないですけど言ってることってすごくシンプルですよね。<laughs> だからなんで逆にその こんななにシンプルな話全く数式も出てこないし計算するって言っても別に四則演算できればいいだけで,す、ねそうですね、足し算引き算くらいですよね掛け算割り算くらいですもん、ね。微分積分とか出てこない世界ですからす、ね、だからこのシンプルな事実をなんでこの2三3 0年間、うん、ほとんどの人が気付かずに指示してきてしまったんだろうというところはか何が原因なんですかね。これはね私がが年代後半から、ね、いききなり聞き始めたそのレトリックがあって もうすでに少子化だったんです。ただ日本は少子化で、これから人口が減っていくので、経済成長しないっていう論調がブワーッと流行ったんですよ、はい。でね、これちょっと考えてみていただきたいんだけど、経済成長のためには投資が必要ですと。で投資するためには我々がその未来に希望を持ってなくちゃいけないんですよ。はいはい、例えばこれだけ将来儲かるとかで、ね、そういうことですよね。でそれを、ね、そのまあ少子化によって 経済成長しないとか、それだけじゃないんですよ。あと財政破綻するから経済成長しないとか、いろんなレトリックで封じられたんですよ。つまり我々は、その、言論的に、世論的に、ああ、もう日本は経済成長しないんだなと思わされたんですね。うそうするとどうなるかというと、投資をしないんですよで。投資をしない結果どうなるかというと、経済成長しないんですよ。はい、それを見て我々は、ああ、やっぱり日本は経済成長しないんだというですね、この自己実現的予言、これがずっと働いてたので、 私は例えば少子化によって成長しない論とか人口減少衰退論とか財政破綻論とか全部こう否定してきたんです。あのできるから、あの数字使うだけで簡単に。うん、でもなかなか治らないですね。もう洗脳ですね、ねこれね。だから洗脳してるメディアとかがあまりにも多いというか、いまだにね、財政破綻するというのをもうゴールデンタイムに流すわけじゃないですか。はい、一番みんなが見てるような時間帯に。だからこう逆に言うとその、 新聞とかテレビとかっていうのは、まあ、ある程度構成もちゃんと入るし、うん、裏取り取材もしているので正しいものであるとで一方でネットって誰でも情報発信できるので裏取りもしてなければもう嘘も書けるしっていうことでなんかこう昔ながらの概念を持ってしまうと、はい、やっぱ地上波と新聞は正しくてネットなんてまがいもんばっかだみたいな <laughs> っていう価値観に基づいてしまうとやっぱそのテレビとか新聞の目とか耳から入ってくる情報を、うん、やっぱ未だに つついついころありますよね、うん。これ面白い話ですけれどねその私たちが言ってることって日本を繁栄に導けるしかもデータに裏付けされた政策なり提言じゃないですか、うん、つまり皆さんを幸せにすることできますよって言ってるわけですね方法がありますし簡単ですよとそれをねそういうのを逆に信じないんですよね よくなんか、そんなうちでの小づみたいなものがあるかとかこう言われちゃうんだけど、でも多分ね、これは前回、政治家の心理しましたけど、日本国民の心理はこうなんですよ、つまりは自分たちは経済成長しないと信じて、投資を怠った結果、成長しなかったという、これがですねもう肌に染みついちゃってるので、むしろ経済成長できるって思いたくないんです。 なぜかというともしそれが分かってしまうと今までの自分は一体何だったんだと自分今までの自分の過去を否定しなくちゃいけないですねだからいわゆる認知的不協和。うん、はいはい、だこれも厄介なのででもこういうのは結局言論の問題だから数ってそれで少しずつ少しずつ変えていかなくちゃいけないですよねだコミュニケーションで我々はだから成長しないその路線に押し込められちゃったのでこれを変えるのもやっぱりコミュニケーションでやらなくちゃいけないという話なんだと思いますね、うん 今ちょうどもともと三橋さんはちょっと YouTube でも、はい、チャンネルやられてきて私は逆にやってなかったんですよね。でまあそいろんな理由があったんですけどもやるにあたやるにこう決めた理由っていうのが1個あって、まあ、データ好きなんで、はい、いろんなデータを分析してたら私が Twitter のフォロワーでリーチできてる人たちってどうやらえっと50代以降の人が多いということが分かったんですよ。でまあ別にその人たちはその人たちは分かってくれればいいんですけど。 問題は10代から3四4 0代ぐらいまでにどうリーチするかでこれって多分三谷さんもそうだと思うんですけどこの世代って我々すごく狙いづらいなぜなら政治とか経済ってもなんか面倒くさいし難しいからいいやって思ってる人たち多いからなんですね、はいはい、でいろいろこう SNS とか、まあ、ネットのツールを見てたらどうやら、えー、とインスタグラム、はい、TikTokYouTube この3つは10代から40代にリーチできると。 ただ職業柄ですねなんか私 TikTok とかやるタイプじゃないし踊ってもしょうがないんで,でインスタもねこうおしゃれな感じの人じゃなくてできないなということで残ったのが YouTube でまあ初めて1か月たったんですけれどもオーディエンスの分析してたら10代微妙ですけど一番見てる代がですね30代だったんですよでその30代は中央値にこう山になっていて今のところですね結構狙い通りリーチできてるのでまさにその見て頂い,いてる方たち そのまあ、わざわざこういう動画を見る人たちって、まあ、ある程度分かってる人たち多いと思うんで逆になんかその周りでいまだに毒されてる人たち、はい、いや消費増税なんかしてほしくないけどしないと自分たちの子供とか孫がかわいそうじゃんみたいな、まあ、その間違った正義感を持っている人たちに対していや全然難しいこと言ってないからちょっと一回見てくれというふうに勧めてもらって何でしょうねこうなんか誤った価値観を変えていってほしいっていうふうに思いますよね。うん 道橋 TV も相当効果あったみたみいですねいやそうだと思います実際あの私ってもともと大学生の時に株の取引やってた個人投資家だったんで、はいまだにこうネット上でも個人投資家の友達とかっていっぱいつながってるんですけども彼らって別に儲けるためにやってるんで最初は政治とか経済興味ない子多いんですよ、はい、まあ20代30代ですけど。ただやっぱ投資してると結局それって会社のことを知ることになるし。うん まあ、マクロ全体の例えばじゃバイデンがどういう政策を取るんだとかそれこそアベノミクスで儲かった人がいっぱいいるわけでアベノミクスって何だったんだみたいなこうだんだんこうやっぱ投資やってるとミクロからマクロにこう、はい、興味関心が広がっていく子が多くてでその子たちにどうやってマクロ勉強したのって聞いてたら三橋さんのチャンネル見て<あ>っていう人は多くてなので今回もゲストに呼んでくれっていうのは初回のコメント集計してたら三橋さんが一番多くてですね。 ちょっと5回目っていう私の三日坊主じゃなかった証明にも <laughs> ぜひ来ていただきたかったということでお招きしたという形でございます、はい、えちょっとね前編後編と具体的な数字に基づいて三橋さんにはお話しいただきあり,ありがとうございましたまありがとうございましたね三橋さんのチャンネルもこのチャンネルもですねいろんな方に進めていただいて間違った考え方っていうものをこう直す 1, 1個目のきっかけにしていただきたいというふうに思っております チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。